ちは。今日は動員とかね、あと集客、よく集客術とか、なんか動員する方法みたいなね、なんかそういうのがありますけども、僕はそのなんか集客術とか、なんか動員の方法みたいなものを、そういうこと言ってる人を見るとちょっと違和感がすごくあるんですよね。なんでかっていうと、動員とか集客っていうその発想っていうのは、要は自分のための動員法だったり、自分のためのなんかまるで自分が利益を上げるための集客法みたいなね、感じがするので、それではね、結果的にね、一時的にはね、なんか半分騙したような感じで、集客とかね、動員みたいなのはできるかもしれないけど、その力技とかね、でもそれが続くかというと、僕はそうは思わないんですよね。だからそのあくまでも、まあ、いつも言ってることなんだけども、まあ、イベントにしても商売にしても、まあ、何でもそうなんだけど、こっち側の目線じゃなくて、お客様、お客さんとか来てくれる人ありきで、イベントも、商売も成り立っていくので、こっち側がその力入れて集客をするぞ、集めるぞっていう発想ではなくて、やっぱりどういう風なものに人がね、来たくなるか、どういうものにしていったら人が来てくれて喜んでくれるかという発想で物事を考えていけばね、おのずとね、人も集まってくるし、感動すればね、人がそれをシェアしていくっていう形で、結果的にね、人が、来てたくさん盛り上がってるっていう、形に、なっていくと思うんですよね。で、例えばですね、その、まあ、僕はいろいろ自分自身もね、経営をしてるし、自分でビジネスもやってますし、経営者の友達もたくさんいます。経営者の人たちの考え方と、そのいわゆる一般人というかね、会社の中にずっと行っている人とか、まあ、エセ経営者みたいなね、人っていう、そのあまりうまくいってないような人 との決定的なその考え方の差っていうのはどこにあるかっていうと、まあ、さっき申し上げたように、相手目線で物事を見ているか、自分の目線で物事を見ているかっていう部分なんですよね。人のためにやってるのか、相手の、自分のためにやってるのかっていうね。で、例えば会社の中に、いる人なんかだと、やっぱり自分のパフォーマンスをいかに上げて、いかに自分が、よく見られていくかというね、自分をアピールしないといけないわけですよね。で、自分がいかにそのポジションをね、上に上げていくかみたいな。だからどうしてもやっぱりその自分をどう見せていくか、でやっぱり自分以上に優れた人だったりとか、その自分に持ってないね、素晴らしい才能みたいなのを持ってる人を見ると、結構その競争心を持ったりとかね、妬んだりとか、なんか足を引っ張ったりとか、なんかそういうその傾向が見られる気がするんですよね。まあ、みんなとは言わないんだけれども、そういう人が多いんじゃないかなと思います。そういう人はなんかちょっと幸せとは程遠い、生活になっていくと思うんですよね。で、その本当にその幸せにうまくいってる経営者の人たちっていうのは、目的というのは、その自分がどう評価されるかとか、自分がどう見られるかということではなくて、やっぱりその商売でうまくいくためにはということで、やっぱりいかに人を喜ばせることができるか、いかに人を感動させることができるかという、そういう視点で世の中とか人を見てますので、そうなると、その自分が人に対して与えられることって限られてるわけですよね。得意技っていうのはね、人によっても限られてますから、そうなると、その自分では提供できない何かを持ってる、その自分にないものを持ってる、その素晴らしい人を見た時に感動しちゃうんですよね。なぜかというと、その人の力を借りて自分が自分の周りの人を喜ばせることができる、ね、自分に持ってないものを持ってる人たちの素晴らしい力を借りて自分が自分の周りを感動させることができる、
要は経営者のうまくいってる経営者の人たちの頭の中っていうのはそのいかに人を感動させていくかゲームみたいな、そういう感じなんですよね。何も自分自身が感動させてあげることができなくても誰かね、人を使ったりとか何か面白いイベント誰かが企画してくれた素敵な企画そういうものを使って自分が自分の周りを感動させていけばいいわけですよね。だから例えばセミナーとかイベントとか、そういうものにねその動員をするという発想っていうのは、自分目線に、目が向いてると思うんですね。やっぱりその結果的にね、すごくその人を連れてきている人だったりとか結果的に盛り上がってる人を見ると、自分目線でいかにな人を連れていくかという発想ではなくてね、そのイベントとかその企画があることが、まず感謝、でそれがあることがすごいって思ってる人なんですよ。でそのイベントとかその企画を使って自分が自分の周りを、感動させたいと思ってるその人のその感謝から来る情熱ですね、それがその周りにねシェアするというパワーになり、そしてね結果的に、たくさんの人が、その情熱にね巻き込まれて、そのイベントに来ると。でそのイベントが本当にね、そのイベントを見て周りの人たちが感動していてその感動がまたシェアされて広がっていくということで結果的にね、あなたの、ビジネス、あなたの商売、ね、あなたの何かやってることっていうのが盛り上がっていくということですね。だからまずあなたがそのイベントとかそのね、素敵な人がいるということが、素晴らしいと思ってその感謝をまずしてるかどうかで、感動してるあなたがいたらそれが情熱になりその情熱がね、伝わっていくっていうことですよね。ということで、動員とか集客という発想をすればするほどね、難しくなっていくと思うんですよね。そしてなんかそのメソッドなんか方法にねなんか頼ったり SNS を使ってなんちゃらかんちゃらとか、そっち側に行くんではなくてやっぱりそのね、どうやったらその人を喜ばせることができるのかという発想であなたがねそれを提供できるんだったらそれが提供できるようなものを企画していけばいいしあなたがそれができないんであれば誰かがその作ってくれてる、素敵なものを使ってね、あなたがあなたの周りを、喜ばせていくっていうねそういう発想で考えていくと、すごくね面白くなっていくんではないかと、思います。ということでね、今日は、集客とか動員ということについて、お話をさせていただきました。ありがとうございます。